久保さん、今回食えば食うほど食われるにしましょうか。食えば食うほど食われると。これね、最近気づいたというか、あれなんですけど、朝早くなりまして、やっぱ朝早いので、朝4時ぐらいに起きたら、朝9時まで起きてて、もうそこで5時間か。で、12時回るともう、8時間以上ですか。腹減るんですよ。腹減るじゃないですか、食べるじゃないですか。そうすると、また食べたくなるんですよ。食べると、食べたくなるんですよ。でもこれね、一日一食僕はやってたんで、食べるとまた求めるというか、多分ね、これ体が、あれなんでしょうね。夏だったら、ガンガンにクーラーね、効いてる部屋に一回入ると、また入りたくじゃないですか。入りたいというか、もう外のガンガンの暑いところに出たくないですよね。扇風機でクーラーで、ってそっから出たくないじゃないですか。人間ってをこう体感しちゃうとね、そっから抜け出せないというか、また星を求めてしまうっていう、性質があるんじゃないかなと思いますね。やっぱぬるま湯に浸かるっていうやつもありますけど、やっぱぬるま湯の方が楽じゃないですか。新しいこと嫌だし、めんどくさいし、結局もうコンフォートゾーンとかも言ったりしますけどね。人間っつうのはね、めんどくさいっすね。僕はすごく印象的に、印象的なセリフがあって、修行、すごい。千日会。この千日解放業か。この千日解放業を成し遂げた人が、人生にああだこうだうんちこを垂れてたんですけど、悟ったようなね、話をしてて、で、最後、講演の最後に、人生は地獄ですって言ってましたね。そんな修行を絶えた人でも、結局人生は地獄であると。そう、1300年で2人しか達成できなかった千日解放経、これを成し遂げたお坊さんが、最終的にいい話したんだけど、最後人生地獄ですねって終わらせっていう、意味深ですね。すごくでもね、もうシンプルだなと思いましたよね。いってらっしゃい。